よし、一旦二手に分かれる。先行と後続の2チームだ。一度に部隊が全滅するのを避ける。待つのは苦手でね。先行で行くぜ。もう忘れたか、指揮官はこの私だ。君は階級を軽く見ているようだがね。まあいい、では部隊を編成しろ、軍曹。この先で協力者と落ち合う。張り切ってるね、イギリスのおっさん。よう、チャーリー、敵に見つかった時は迷わずに撃つといい。ヤンキー流で行こう。聞いたか、意外に話せるぜ。なあ軍曹、こんな時に聞くのもなんだが、君は酒は好きか？なるほど、みんなに聞いてるわけね。私もさっき聞かれた。どうだ軍曹、酒は好きなんだろう？好きだ。だと思ったよ。任務が終わったらうまい酒が待ってる。そうでも思わないとこんな仕事続かんしな。チャーリー、任務に集中して。わかってるさ、ちょっとしたコミュニケーションじゃないか。偵察機だ。どうやら狙いは私たちのようだな。ルートはこの先だ。気を抜かないようにな。12時方向にアサルト兵、まだこちらに気づいていない模様だ。ここは引きつけて一気に倒す。合図するまでは発砲は控えろ。いいな？了解。よし、隠れろ。今だ、撃ちまくれ。なのに来た。私を敵だと思ってるのか？しつこい連中だ。12時方向にスナイパーだ。気をつけろ。待ち合わせはこの辺りだ。その前に敵を殲滅する。
こえるな。ウランランサーだ。全員隠れろ。奴の双方に銃撃は効かない。何か手段を考えない。やるじゃないか軍曹。あれなら攻撃も効きそうだな。装甲が剥がれた箇所を集中的に狙え。さすがに厳しいわね。やはり簡単に倒れてはくれないか。 HQ 聞こえるか。こちら HQ、 そんなに怒鳴らなくても聞こえている。今交戦中のグランランサーに決定打を与えたい。何かないか。すでに手配済みだ。今情報部から奴の手打が届いた。さすがだ、手回しがいい。それでこいつによると奴の動力源は東部にあるらしい。そこを潰せば黙るはずだ。オーブか。で、そこをどうやって叩けばいい。それを考えるのが君たちの仕事だろう。検討員だ。ありがたい答えだ。全員聞こえたら頭だ。オーブの動力源を叩く方法か。嘘、ビルの屋上から奴の頭に飛び移る。我々が奴を引きつけてビルの近くまで誘導するから、うまく奴に飛び乗ってくれ。まずはビルの屋上まで移動してそこで待機してくれ。頼んだぞ。嘘、早く屋上へ行け。だ、そこで待機して奴が近づくまで待つのよ。なんとかしよう。今よだ、飛び乗って。いいわよ、そのまましがみついて。敵も崩れてきてる。粘って。粘って。勝負どころだ。踏ん張るぞ。もう少しだ。耐えろ。